会で優勝するために、うーん、ブーブー、練習して思ったんだけど、やっぱ努力だ。あー、そういうこと。いの、んじゃあおさえせんな。神田川杯でそんで有名になってめっちゃ稼いで、バッグに海外旅行悪霊退散。ビビった、水流界の二人じゃん。おや、悪霊ではなく、うちらが悪霊。すみません、こんとても強い煩悩って。まあなるほど、やはりドス黒い気の発生源。私たちにとってジェットレースは新鮮。川を清め、水をたたえる高尚な儀式。やば、超真面目じゃん。でもうちらにとっては儀式マジ、なんか怒ってる感じ。だったらジェットレースではっきりさせればいい、いいでしょう。わ、構造はシンプルではあるものの、戦いの局面は無限の可能性を秘めている。波乱の多い試合になることは間違いありません。道幅の変化にも気をつけてください。うちら可愛いっしょ。3、2、1、時間だ。白石さんと緑川さんに取り付いた時は私たちが払ってみせます。え、私らいつも邪気にまみれたの。まなっちゃんに限っては否定できないかな。よーぜゲット、早く使っちゃおう。スピードアップ。大丈夫、どうだ。
シュ。いくね。今めっちゃチャンスかも。また会えたらいいね。大丈夫。スピードアップ。ゲット。これは驚きました。思っていた以上の成績。マジで一番。イエー、さすがあたし。イエーイ。お賽銭奮発した甲斐があった。マナちゃん、マナちゃん、ユージュと、やば。お、水流神社か。ボンの、でもさ、私らも有名になってお金稼ぎたい。お、レースに勝利したのはそちらです。行きましょう。でも、あちゃー、けどさ、ジェットレースでめっちゃ稼ぎたいってのも普通じゃね。うちらと水流界の、考えが違う。何を。おじいちゃんとおばあちゃんが言ってたこと